右が東バライと東メボン、東払いと東目本。東払いは、カンボジアのアンコール地域にある、現在は日上がった払いである。東西に伸び、城壁を巡らした、都市アンコールトムのすぐ東に位置する。西暦900年頃、クメール王ヤシオバルマン一世の地勢に作られた。およそ東西7150メートル、南北1740メートルに及ぶ、アンコール地域で2番目に大きい払いであり、 プノン空連から流れるシェムリアップ川によって供給された約5000万立方メートルの水を保持していた。雨季には6000万立方メートル、寒季にも3600万立方メートルの貯水量があったとされる。貯水池としての表面積は1210ヘクタールに及び面積は先王インドラバルマン一世が築いたインドラタターカの約4倍であり、その堤防の建設には 約800万立方メートルの森土が必要とされた。バライの建設を示す、名石碑が4つすべての角で見つかっている。東バライは正規には、その築造者である、ヤショバルマン一世にちなんで、ヤショダラタタアカと呼ばれていた。バライの中心には、高所に置かれた、ジ院ン東、メボンがあり、東バライが水をたたいていた時代には島であった。今日の東バラエは水をたえておらず、 その底面は農業従事者によって借が耕されている。しかし、その意向の輪郭は衛星写真においてはっきりと見える。東笑いや他の笑いの目的に関して学者の間で意見が分かれている。いくつかの学説によると、それらは灌溉用水を保持したとする。東笑いの灌溉面積は6から7万ヘクタールであったと推定されているが、碑文には、 バライのそのような機能について言及するようなものは全く見つかっていない。他の学説では、バライは主としてクメールの信仰生活においてヒンドゥー教の神の住むメール山を囲む天地創造の海を表す象徴的な役割を果たしたという、ありがとうございます。